やっぱり新曲準備してるんだよね。エディナ・クラウズが LA、 ニューヨークと LA があって、結構大忙しいなスケジュールだと思うんですけど、多分7月でしょう。7月今回カムバがすごくって、まあ、iHeart Studio っていうアメリカのインタビューの動画見たんですけど、新曲Okay, hi guys, welcome back to my channel. 今日は XC ドキュメンタリーシリーズ XC エクストラハイライツのエピソード1から4です、ね、ボーナスクリップがあるということで、 XC が最近新曲に取り組んでるっていうのをね、結構いろんな海外のインタビューとかでなんか聞いて、あ、そろそろ来るんじゃないかということで、なんかここら辺の情報落ちてこないかなっていうところで楽しみですけど、韓国合宿行くメンバーは見ていきます。アーティストが되고싶어요라는친구들은굉장히많아요근데정말이렇게어떻게보면은되게힘든생각보다힘든일일텐데포기하지않고할수있는그런의지를판단하기가좀힘들었었던것같아요まだ意外に4話までしか言ってないんだ。그게되게어려웠었던것같아요、네、今回の合宿のダンストレーニングに関する説明をします。トレーニングはランク制で行います。めっちゃ現実見させてたよね、この各ランクごとに最大5名となります。ABC 個人順位も1位から15位まで発表しながら行きたいと思います。本当に下の順位、ジュリアとか、ま、下が、あとマヤが外してください。いや、これやばかったよね、この時ね。マージちゃんとかかな、本当に過酷すぎて辛かった。ヒカルちゃん、ヒカルちゃんは XC でデビューしてても全然いけたよね。だってみんなが頑張る分他の子たちも頑張ってるから、みんなが上手くなった。本当に信じられない、今マヤとさチサがこの一番下のグループにいたってのが全然信じられない、個人的に。他の子たちもっと上手くなってる、だからキリがないんだよ、辛さと孤独。悔しいだけじゃなかったです、あの時は。今、LA のフェスもそろそろですよね。思うだけでも伝えないとって思って、もうどんどん飛び級して、ガラスを鏡にして、3人、マヤと、いや、本当にこの3人、この3人、想像ができない、一番下のクラスだったのは、ボロった覚えがあります。努力したんだね。記憶に残る思い出です。笑ってる場合じゃないですか。いや、この時のやばかったよね、サイモンさん。時間がないって。とにかく行動しないといけないんだよ。めっちゃ体育教師っぽいよね。なんかめっちゃ厳しい体育教師っぽいんだけど、すごい言ってることマジで正論で、ついていきたくなるタイプの教員。で、将来デビューして、まあ、東京ドームに寝たぐらい、みんなが今思っているみたいな。そういうところ。東京ドーム超えてると思うよ、もう。アメリカのフェス出てるってこと。セミの音ね。いやで、これからさ、サイモンさんの中でガールズグループをもう一個出していきたいのか、ボーイズグループにチャレンジするのか、X ギャラクシーとしてね、そこら辺ちょっと気になるよね、これから。最初もやっていけるかって不安しかなくて、だけどみんな日向姫全然してくれて、若いんだよね、この時その審査会に頼った時に、うわぁ歴史が長くなっちゃって、絶対ここからデビューしたいし、見たくなるし、みんなと一緒に出会って、ほぼ1年経ってます。こんな私を、信じてくれてありがとう。いや、すごいよ、初めてのプロデュースでここまで成功するってすごいよね、やっぱりサイモンさん。最後に私たちみんなで一緒に夢を向かっているのは運命だと思います。うん、お願いします。運命です。失敗したら全部責任取るから。いや、これめっちゃ響いた。楽しそう。本当に最強な、最強です、マジでイケメンすぎるプロデューサー。あ、これボーナスクリップかな。いや、ほんとおしゃれ、サイモンさん。勉強してました。あの、高校生の、偉い、皆さんに一人一人伝えて、偉すぎる、全部今終わりました。今日結果が残念だったメンバー。これ結果のところだよね。てかさ、あの、ジュリンさんさ、リーダーだからってこと、リーダーだから呼んだってことかな。一生聞いて、
話したいっていうことで、その中にちょっと使用しました。ひかるちゃんいるのかな。でもずっと考えたんじゃないですか。ずっと考えて、いよいよそろそろ決めなきゃってなって4ヶ月経ちましたね。いやー、苦渋の決断。こういった経験が私、やっぱ光いるわ。苦渋の決断すぎて、みんなが一度もなかったので、こういうやり方でいいんだって、そんぐらい考えるべきだし、そういうなんかいい目線とかしてる自分がいますけど。いやー、せーの、大好き大好き大好き。いやー、まあ、本当に世界の大きな流れ。いやー、この中でね、コロナにぶち当たったもんね。だからコロナ真っ最中じゃんっていう。あ、一つにみんな今生きてるっていうのは間違いないと思う。いろんな機運や運が共に力を貸してくれなきゃいけないので、もうこういう世界の流れを全部受け入れるようにして、自分たちができるものを単純に準備していこうと。いいこと言う。いや、サイモンさん本当に視野が広いしいいこと言うんです。彼、まあ、そういう機運が勝手にこっちについてくれると思います、うん、絶対っていう感じでやろう、はい、実際そうだし、ね、絶対に夢をみんなで叶えて、誰よりもかっこいいアーティストになって本当に夢が叶えて、いやー、泣くわなこれ。いやー、エモい。ここで XG のちょっと待って、ソリなんかが来る日で、え、ねえ、やばい、いつで聞いちゃおう、これいつ、最近じゃない、やっぱり新しい曲やってるんだよ、やっぱりこれ今だよね。やっぱり新曲準備してるんだよね。そうだよね。だって、え、だって今これ、ジュリン様はさ、ボブカットにした後だよね、髪型ね。だよね。で、ハービー今この色でしょ。トゥーテンズもこの髪色だったでしょ。え、やっぱ新曲やってんだよ。いやー、鳥肌だった。やばい。なんか、iHeart Studio っていうアメリカのインタビューの動画見たんですけど、新曲について、インタビューされてて、で、まやちゃんが We are working on something new みたいな、new music right now みたいな感じ言ってて、だから新曲の準備してますみたいなのが本当言ってて、ぶっちゃけちょっと出ちゃったみたいな感じのところあるんだけども、新曲が絶対来ますと。で、多分7月でしょう。7月今回カムバがすごくって、まあ、韓国番組で1位取るっていう、あれはないと思うんだけども、アメリカで行く戦略だから XG は。でも、7月が結構ニュージーンズイッチーとか、あとゼロベースワンとか、もうすごい、あとエンミックスとかが、もうすごいんですよ、カムバが7月。だから8月くらいで個人的に、ちょっと落ち着いたくらいに8月来て XG にちゃんと注目韓国番組ね、行くぐらいのところでもいいのかなと思うし、まあ視聴率の高いね、あえて7月を選んで、同じところタイミングでカムバするのもありかなと思うんだけど、まあ7月なのかな、8月ぐらいに来るかなと思うんですけど、結構夏っぽいソングで来てくれるといいかなと思うんですけど、皆さんどうですかね、新曲。これ多分新曲のことだと思うんです。うん。で、まあシューティングスター、レフトライトがもう出て数ヶ月経ちの、で、トゥーテンズと、ナッシングかな、カバーのラップの新曲っていうか、披露して、まあ、ヘディナ・クラウズが LA、ニューヨークと LA があって、結構大忙しいなスケジュールだと思うんですけど、その中で新曲の準備をしていたのかな、しているのかなっていう感じなんですけども、皆さんの次の曲、どういう、やっぱ R&B ヒップホップを貫くとは思うんですけど、まあなんか常に毎回新しいことチャレンジするし、毎回メロディー変わるし、毎回ラップがどんどんゴリゴリになっていくのがすごく楽しくて、期待値上がりまくってるんですけども、みんなぜひ皆さんとね、XG の未来を応援していければなと思いますけれども、今回 XTX ハイライトボーナスクリップということで、多分新曲のね、もう結構もう準備入ってもう立ってるのかなっていう感じのイメージですけれども、追っていければなと思いいなと思いますが、 Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. ということで、次回の動画でお会いしましょう。 Goodbye. I'm good with me, myself and I. Tell me that I'm all you want. Got it bad for me 100 July.